こんにちは、茂木和也です。今回も茂木和也のお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。いつも通りペンに来ているご質問にお答えしていきます。ではいきます。はじめまして、質問です。お風呂のコーティングゴムみたいなやつの染みついた黒カビ、どうしても落としたくて、キッチンハイターとかカビキラーとかいろいろしても取れません。どうしたらよろしいでしょうか、というご質問です。ゴムみたいなということなので、ゴムパッキン、もしくはコーキングのことなんでしょうかね。だとすると、黒カビでしょうし、それは頑固ですよ。ついて、入ってきて、そんなに時間が経ってないと、それほど頑固じゃないんですけれども、黒カビの根がぐーんと中に入っていっちゃうと、なかなか頑固なんですよ。そうなってくると、もう洗剤の選択は、もう塩素系の漂白剤しかないんですよね。で、ただ塩素系の漂白剤を使えば、どんなやり方でも落とせるかというと、そうでもないんですよ。こちらの方も、キッチンハイターとカビキラー試されたようですけれども、でポイントは2つあって、1つは、まずより濃いものを使うと、塩素濃度が濃いものですねを選ぶということ、そして接触時間を長く作ると、この2つがポイントなんですよ。どっちも重要なんですが、より重要なのはこっちの接触時間ですね。接触時間を長く作るというのが非常にポイントとなります。で、私だったら非常に頑固な黒カビを落とすときにやる方法は、こういったボトルに入った漂白剤ですね。ここにハイターあるんですが、ハイターじゃなくても、こういったボトルに入った漂白剤。塩素系のですよ。で、なぜボトルに入ったものがいいかというと、普通のカビ取り剤。茂木和也シリーズだと、茂木和也カビ取りジェルスプレーありますが、あとはカビキラーとか、こういったスプレータイプの塩素系の漂白剤、塩素系のカビ取り剤よりもですね、ボトルに入ったものの方が塩素濃度が高いんですよ。約2倍ほど濃いんですよね。だから、単純に塩素の濃度だけで考えると、こういったボトルに入った漂白剤の方がよく落ちるんですよ。でも、その接触時間を長く作るということに関しては、液がシャバシャバすぎて、なかなかうまくカビにですね、密着させて長時間留めておくっていうことが難しいじゃないですか。ガバのタイプだったらいくらかできますけれども、それでも流れていってしまうぐらいですよね。そういった部分では、この茂木和也のカビ取りジェルスプレーは簡単に長く接触時間を作れるので、こちらと比べて塩素濃度はちょっと低いんですが、非常に効きがいいんですよ。で、実際にこちらの茂木和也のカビ取りジェルスプレーを使って、コーキングのカビを落とした動画をですね、以前上げてますので、リンク貼っておきますので、ご覧になってください。はい。で、一番いいのは、ちょっと手間がかかるんですけれども、こっちはですね、動画見てもらえればわかるんですが、簡単にただ塗れば長く留めておくことができるんですよ、液を。こっちは一工夫が必要なんですが、新たにこういったものを茂木和也のカビ取りジェルスプレーを買ってもらわなくても、もしお家にですねこういったボトル入りの漂白剤があるのであれば、こっちを使った方がいいでしょうからね。これを使っていただいて、その使い方やり方なんですが、まず用意してもらうものは厚めのキッチンペーパーとかペーパータオルですね。それをですね細長く切ります。いっぱい切らなくても、そのカビが覆えるぐらいの長さだけ用意してもらえればいいです。そしたらポリ袋、何でもいいですよ。ポリ袋、ビニール袋でも、小さめの袋の方がいいですよね。それに切ったペーパーを入れてもらって、そこにですねハイターをちょっと、あまり入れちゃダメですよ、ちょっと入れて、そして袋の上から下をこうもみもみやって、くまなく浸すような感じですね。もちろん手袋やってですよ。そして開けて、で1本出して伸ばしてペタッと貼る。だからこうカットするときに、そのコーキングとかゴムパッキンが覆えるぐらいの幅に切るということですね。ちょっと余裕を持ってコーキングとかゴムパッキンをちょっと広めに切ってあげると、でそれをペタッと貼って、そしてそのまま、ひどい場合はもう半日以上、場合によっては丸1日放置するぐらいの感覚でやってください。で丸1日とか半日放置する場合は、これから気温が熱くなっていきますし、乾いちゃうとダメなんですよ。だからパックしたらラップで覆ってあげると、そうすると乾き防止になりますので、そういった形でもう放置してもらうと。だから半日で落ちる場合もありますし、半日で落ちなくてもっとつけ置かないと落ちない場合もあります。で、丸一日やって落ちる場合もありますし、落ちない場合もあります。でも落ちなくても薄くなったということであれば、完全に落とし切ることができるかもしれませんので、もう一回同じ作業をしてもらうという流れですね。それでぜひ試してください。で、なんで黒カビは塩素系じゃないといけないかというと、黒カビって赤カビとか青カビとか白カビとか、いろんなカビの種類もあるんですけれども、
ダントツ黒カビ頑固なんですよね。その理由はですね、色素が濃いんですよ。黒い色素が。で、普通の色素が薄いカビだったら、殺菌してやっつけちゃうと落とすことができるんですよ。だからエタノールとか塩化ベンザルコニウムとか、発酵乳酸系のものとか、非塩素系のカビ取り剤っていうのでも十分やれるんですけれども、あれですよ、素材にもよりますけどもね、ツルツルした面じゃないとちょっと厳しいかもしれないんですが、ただ黒カビに関しては、ましてや、コーキングとか、ポンパッキンに生えた黒カビの場合は、塩素系じゃないとなかなか落とすことができないんですよ。その塩素系じゃないとダメなのは、漂白力の強さなんですよ。次亜塩素酸ナトリウムと言われる主成分が、とても漂白力が強くて、漂白させるスピードも速いんですよね。他の塩素剤よりも。だから非常に効きがいいんですよね。カビ菌をやっつけて、で、残った色素の色を抜いてあげるということができるということなので、まあ、長くつけてやってみてください。はい。で、私もその袋に入れて、もみもみしてパックするっていうやり方の実際に試した動画がですね、ありますので、それも概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご参考になさってからチャレンジしてみてください。はい。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたらチャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。